More fun than movies, this is Trailer Told, a YouTube channel in the world. Thank you for clicking. Check out the playlist for a different video. Subscriptions are a big boost. まずはナスカという会社を立ち上げまして、で、まあ、そこで SNK さんのためにゲームを作りたいなというところで、始めたのがきっかけですね。戦車を主体にしたゲームを作ろうっていうところから始めました。最初プレイヤー戦車だけのゲームだったんですよ。面白い動きをさせようということで、人間みたいにしゃがんだりジャンプしたり、戦車だけでちょっと突き進む戦争ゲームっていう感じで、まあ、作り始めたんですけども、もうちょっと味付けが欲しいなというところで、マルコとかタンというキャラクターをまた途中で追加して、戦争というシチュエーションの中で人と人の戦いっていうのも、繰り広げられたらなというところで、莫大に作業は増えたんですけれども、そのおかげでキャラクター性も出たし、いいゲームになったんじゃないかなと思っております。この主人公でも敵キャラクターでも、それ以外の、まあ、動物であったりとか、あの背景の小物に至るまで、こうみんなが躍動感があるというか、何かを頑張ってる感がすごくあって、全員がライブな印象っていうのがすごくあるんで、そういうところっていうのはこうメタスラーらしさっていうふうに思っています。2になって個人的にはすごく世界観とかビジュアルが好きで、当時ネオジオランドっていうゲームセンターがあったんですけれど、そこで会社の同僚ともうひたすらコインを積んでずっとプレイしてました。個人的に未だにヌルヌル動くっていうふうに表現されるんですけども、当時のあのドットサイズで、アニメーションパターンっていうのはもう未だに、まあ、最高峰というか、かなりのハイレベルのアニメーションをしてるというふうに思ってまして、それが未だにそういうふうに評価されてる当時のスタッフ含めて、やはりこだわりがすごかったんだなというふうに感じています。まずやっぱりボーカルがないっていうところで、メロディーを楽器にした時にあまりメロディアスにすると激しさを損なうし、だからといって一辺倒なメロディーラインだとインストルメンタルとしては面白くないし、なのでどういうふうにそのインストルメンタルでハードロックヘビーメタルをかっこよくしていくかっていうところはすごい課題でした。最初、メタスラの世界観っていうのをどれぐらい、まあ、再現していただけるのかなっていうところが、まあ、気になってたんですけども、まあ、実際あの開発途中のものを見せていただいたんですけども、通常のメタスラって横スクロールのアクションゲームじゃないですか。それが俯瞰で見た感じのアースがついた感じの
ポップインになってて、中でもあのベタスラっていう世界観っていうのを、まあ、きっちりと再現していただいてるし、横スクロールのゲームだったメタスリナに対して三次元的な動きができるっていうところが結構面白いなと思って見てましたね。ビジュアルも新しいものではなく今までのを使うのかなって言ったので、ちゃんとそのクォータービュー視点で書き直されてて、しかもその元々のドットの風合いが全然壊れてなくてすんなりと入れたのですごくびっくりしました。本当にゲームとしてはもう 全然違う、反射神経とかそういうのじゃないですよね。もう頭で考えて、もう読んで、もうチェスとかオセロとか、もう ああいう世界観でアルファ版とかプレイさせていただきましたけど、よくできてるなと。全然飽きないし、考えてる間ずっと同じ音楽が流れるんですけども、気持ちよくプレイできました。ゲーム性もそうなんですけども、やはりあのグラフィック あのこだわりであったりとか、細かいアイデアっていうのがいろんなところに散りばめられていて、私が初めてメタスラを見た時と同じようなあの こだわりを感じました。ムービーであったりとか、でも本当にメタスラが好きな人たちが愛を込めて作ってくれているんだなっていうのを感じましたので、メタスラタクティクスが本当にいいゲームになることを祈っております。です。